こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。米韓会談で中国批判を拒否し、中国チーム入りが決定的になり、どっちつかずのコウモリ外交で完全に孤立した韓国ですが、日米会談で北の完全非核化を宣言し、北に原発を作ってあげようとしている韓国は完全に仲間外れになったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。米国のバイデン大統領と日本の菅首相の初の首脳会談、結果を要約すれば、北朝鮮の完全な非核化原則の再確認、そして中国牽制です。特に共同声明で台湾問題まで言及して中国を刺激しましたが、ワシントンにつなげて詳しく確認してみます。キム・ギヒョン特派員は、韓国としては韓半島の懸案を両首脳がどのように議論したのかが最も気になることですが、北朝鮮の完全な非核化はかなり言論的な内容のようです。バイデン大統領と菅首相は首脳会談で北朝鮮の完全な非核化に専念するという意思を再確認しました。両首脳は共同声明を通じて、北朝鮮が国連安全保障理事会の決議を遵守しなければならないとして、このように明らかにしました。菅首相は記者会見で、日米首脳が完全かつ検証可能で不可逆的な廃棄、つまり CVID、完全かつ検証可能で不可逆的な廃棄に合意したと発表しました。CVID は、北朝鮮側が降伏文書に登場する文言と強く反発する表現ですが、日米共同声明では抜けています。北朝鮮を刺激しないという米国側の意思が読み取れるところです。それではネットの反応です。ムンジェインおかげで米日から北扱いされました。コリアンパッシング、政権が変われば戦術核でも配置しよう、北だけ200以上も持っているなんて話にならない、ムンジェインのために国際仲間外れ、生まれてこのような扱いをされたのは初めて見た、共産党が占めているので韓国はパッシング、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。